2024年8月11日日曜日パリ2024オリンピック競技大会女子フリースタイル76キロ級決勝アットシャンド・マルス・アリーナパリオリンピックレスリング競技女子フリースタイル76キロ級の決勝が11日にシャンド・マルス・アリーナで行われた鏡優香22イコールサントリーがアメリカのケネディ・アレクシス・ブレイズ選手を破って優勝 日本女子初の最重量級金メダルを獲得する快挙を達成した。鏡選手は日本時間10日に行われた1回戦、続く準々決勝と順調に勝ち上がった。コロンビア代表選手との準決勝では前半にリードを許すも後半には得意の鋭いタックルから4点を奪い返し4月2日逆転勝利で決勝まで進めてきた。これまで女子の最重量級は 浜口京子さんが2004年アテネ大会、08年北京大会で獲得した銅メダルが最高。鏡選手は日本女子史上初めて決勝に進出した。試合序盤、鏡がプレッシャーをかけ、アクティビティタイムによる1点を取るが、その直後、1点を取り返される。第1ピリオド残り10秒でタックルし右足を取るが得点は入らず、1対1で折り返す。 第2ピリオドに入り、膠着するも鏡がタックルで2点を奪いそのまま3対1で勝利した。レスリング女子は全6階級でメダル獲得を決めた。レスリング女子パリ五輪結果。 同女子フリースタイル5 0ラム級須崎優金女子フリースタイル5 3ラム級藤波明金女子フリースタイル5 7ラム級桜井つぐみ金女子フリースタイル6 2ラム級元木桜同女子フリースタイル6 8ラム級尾崎野の花金女子フリースタイル 74kg 級鏡優香。鏡優と鏡優香。出身地山形県オリンピック出場回数初出場所属。 サントリープロフィール、小学1年から栃木サンダーキッズでレスリングを始めた。中学3年で上京し、JOC エリートアカデミーに入校。帝京高校で全国高校総体を3連覇し、東洋大を経て、今年4月からサントリーに入社した。高2だった18年に全日本選手権を初制覇。昨年の世界選手権では女子最重量級では、 日本勢20年ぶりの優勝を果たしパリ五輪代表に内定した。